浴室の花子。これは学校では非常に悪いニュースです。彼の中国の学校、花子さんは3階北の学校で4人の女の子と一緒に見られます。ストーリーがあります。ある日、ミカの友人が言った。彼女は去ります。カナチェン、私は彼女と一緒に行くのが怖いです。カナはこれらの物語を信じていません。ミカはショックを受けた。私は欲しい。私は女性のトイレに行きました。ロモは、あなたがあなたの名前を明らかにするために後ろの3番目のドアを叩くならば、あなたは内側から答えを得るでしょうと言います。カナは3番目のドアをノックしました。トニトン。チン・ミカは信じなくなった。怒って、やめましょう、花子を愛する人は誰でも死んでしまいます。カナは、ああただの声だと笑う。タヌについて。3階から大きな水音がしました。ここから出ていけ。ミカは泣いて走りました。待って待って、ミカチェン。カナチェンはミカチェンをトイレから追い出した。中国人は花子さんが大好き。また会いましょう。放課後、カナチェンは誰もがいた女の子のトイレにやってきた。私は3番目のバスルームの前に立ち、何もないことを確認してドアをノックしました。トニトン。深呼吸して、そっとあなたの名前を言ってください。花子さん。タヌについて。その通り。ドアが開いた。はい。赤いドレスとスカートに女の子が座っていました。カナは逃げようとしたが、体は動かなかった。女の子は飛び上がっていった。行こうか。少女はカナチェンの手を掴んでトイレに連れて行った。翌朝。中国は休暇に行くことができますか。ミカはカナンの地で空のテーブルを見た。私は昨日成功しました。なぜですか。しかしカナチェンは再会したようには見えない。